こんにちは。ナミさん。深夜のコソコソ話は今日は暗号通貨の、まあ、詐欺についてお話ししましょうか。あの、数年前から始まったプロジェクトで、まあ様々なネーミングのやつがあるんですね。あえて個別の名前は出さないでおきますけども、私にも当時ね、勧誘が来たものが結構あって、私の勧誘ってのは、久保さんの方で紹介してくれませんかってやつなんですよ。で、これは紹介すると一時金で、まあ、数十万から百万。 えー、そして売上に応じてその30%から50%を久保さんに渡します取り分ですっていうことなんですよね。まあ、この時点で私にとってはものすごく条件がいいけどもそのお金払うのが結局誰なのかなって考えた時に当然私の動画の視聴者さんもしくは熟成がそのお金を捻出するってことになりますよね。減少を払うってことになりますよね。っていうことはこのプロジェクトうまくいかない場合は私一人が儲かって そししててお金を出した人が一方的に損ってことになるんですよ、ね、まあその仕組みっていうのがすぐにピンときましたんでこういった話は受けられないなと思ったわけですよ。やっぱり自分が紹介した以上ねその人たちの損害でもって自分の利益を担保しようとは思わないわけですよ。皆さんが儲かったらその結果として自分にも恩恵があったなっていうのがまあこういった代理店何かを紹介する時アフィリエイトする時の,、うんまあ、あのまあ鉄則と言いますかね。 一つのモラルなんじゃないかなと思うんですよ。それまずは自分の利益はもう確定して、あとは知ったこっちゃないよみたいなね。そんなんではちょっとやっていけないなっていうのと、あとはそういうことをやらなかったから今日まで生き延びてきたんじゃないかなと自分なりに思うわけですよね。さあ、それでその時にリリースされたその暗号通貨についてなんですけども、あの結局誘う人もね、よくわかってないということなんですよ。もう利益がもうね、先走って。で、自分の貧しい見識で、 ここれがううまくいったらこうなるみたいなことでね突っ走っちゃうんですけどもじゃああれからどうなったかっていうとあの徐々にね年を追うごとに運営の方からもたらされる情報が少なくなってで、えー、代理店として、えー、そういった案件を紹介した人がね、えー、来年には何か面白いことになるそうです来月にはこうなるそうですとかね今世界の状態が悪いんでとかねあのトラブルが起きたみたいなんでなんかいろんな理由をつけてね結局情報は全く動いてないっていうことなんですよ。 でえ、そういった情報を通達するまあ主には LINE アットのグループあのメールそれから連絡網なんですけどもちょっと批判的な疑問をあげたら強制退会みたいな感じでねでもう言いたいことが言えなくなるみたいな感じなんですよ、うん、で当時は何百人もいたところがまあ、今はね百数十人になったりとかして私も発言全くせずに冷静に見ていたんですけどもあの結局ねうん、 これ2つぐらい言えるんですけど一1つはねよく分かってない人がリスクの説明もせずにただあの言われるまんまに人を集めてしまったとで自分にコミッションが入るかと思ったら別に入らないということなんですよねつまりはあの多分私はねあの何か情報発信した瞬間に数十万から100万っていう報酬掲げられましたけどもそれもなんか随いつになったらそれをもらえるのか分からない時点で浮き足だってね 放送しちゃった人が多かったと思うんですよ。で、私はもうアフィリエイト散々っ腹やってきたんで、あの、報酬支払いが3ヶ月から6ヶ月後、もしくは払われないっていう現実もよく見ていたんですよ。あの、アフィリエイトって、あの、制約して商品が売れました。でも支払いっていうのは早くて3ヶ月後なんですよね。で、遅ければ半年。不正がないかいろいろチェックすると1年以上待つってことも結構あるんですよ。で、そういうのがまあ前提だったんで、こういった暗号通貨を紹介してくださいみたいなのも、結局は、 話を持ちかけてきた運営がね、あの、私の発信力を利用するだけ利用して、とんズらってこともあり得るなと思ったし、それからね、やっぱりね、いきなりね、こう、何々ですよっていう風にアプローチしてきて、信用できるかってことなんですよね。で、信用したにしても、人に紹介できるほど信用できるかってことなんですよ。だからそういう意味でずっとね、暗号通貨の ICO 案件を断ってきたんですけども、NFT とかメタバースも来ますからね、同じ理由で私は全く紹介しないんですけども、かわいそうにね、 私が紹介しないもんだから他の情報網から久保さん NFT についてこんなのがありますよと知ってますかとか言ってね、まあ、私は知ってますけども NFT はあのまだ全然分かんないもんなんで参加しませんよと大体いい NFT っていうことをどのぐらいやっぱこうね買おうとしてる人が分かってるのかっていうとほとんど分かってないんですよ新しい概念だから儲かるだろうねそのぐらいで ICO に期待したのと全く同じロジックなんですよね、うん でやっぱりね NFT が儲かると思うんだったらそれに、あのー、乗るんじゃなくって自分で NFT を作っていくって発想じゃないとダメですよねそうすると責任は自分で取れるし、あのー、本当に商売ですからそうなると自分が作った NFT がどのぐらいの価値を将来帯びるかってことを自分で責任を持って発信してそれに共感した人リスクを受け入れられる人が買っていくわけですからこれは文句なしなんですよでも受け入れの情報で人を集めて人にお金を払わせちゃうともう責任が取れないんですよね いいいいや情報は直接運営に行ってくださいぐらいしか言えないんでですすよ、うん、これが1つですねもう一つはねやっぱりね買う方もよく分かってないのに人と人との信用だけで買ったらダメなんですよね結局その信用信頼関係を壊れることになるんですよだからねその ICO の案件でも未だに引きずってる人がね LINE グループの中で言うんですよいや私もね自分自身は待てるんだけども自分も人を紹介した建前上その人たちにいつなあの ICO がどうなるのとかね あのの件どうなったのって聞かれて辛いんですよ。だから私のためじゃなくてそういう人たちのためにも教えてくれませんかっていうわけなんですけどもその LINE グループのートップの人もね同じなんですよ私も皆さんに対して説明したいから情報を求めてるんだけども運営から何も来ないと連絡をしても返信が来るのがもう数週間後みたいな感じで父として進んでないけどもそれだけ忙しくやっておられるんだというふうに解釈しますみたいな感じでむちゃくちゃなロジックを持ってるわけですよね大体いいそういう人にほだされて商品買う人もどうかしてると言えばどうかしてるんですよ で、ビジネスとか投資ってそんなもんじゃないですからね。うだからね、やっぱりこう基本的なビジネス、アフィリエイト、紹介事業ですよね、それから投資、FX ですよね、こういうのが地盤にないと、わけのわからない間にお金だけ払うっていう人がね、これからも増えると思うんですよ。で、そういう人がたくさんいるってことがわかるから、いわゆる詐欺案件とかね、あのインチキ案件もなくならないんですよね。それこそね、お金を払うのにペーパー1枚付与されてないわけですから、いや、それでよく買うなと思いますよね。 えー、ということでね、ちょっと半ば愚痴っぽいような話ですけども、今までね、いろんなコインがありました。えー、クローバーコインっていうのもね、懐かしいですね。うんあ。ノアコインっていうのはどうなったんでしょうね。それから、ガクト、スピンドル。これは悪質だったような気がしますよ。うん。それからね、スノーボールプロジェクトなんてのありましたけどね。これは何なんでしょうね。ビットクラブとかね、なんか散々パラありましたけども、どんどん消えていきましたということなんで、あの、だから、あの暗号通貨当てにならないよということはないんですけども、投資のものの中で一番難しいのが暗号通貨ですから。ボラティリティも大きいし、予測不能だし。 てふうにからは生きてこないし、ファンダメンタルの連発なんですよ。でそれでいて実態の確かめようがないんですよね。だから購入する人が商品を確かめられないっていうね。車を買いに行った時ですら現象を確認したりとか、その車の車検証を見たりとかね、営業マンにいろいろ聞くとか。 で、責任を持つトヨタならトヨタっていうものも実態としてちゃんとある。だから、悩みに悩んで車を、あ、こっちの方にしようかな、あっちの方にしようかな。でもこっちは気に入ってるんだけども150万だしな。こっちは経済的で120万だけど、いまいちなんか自分に合わないんだよねって悩んでお金払ってるわけなんですよ。しかもローンでね、金利をつけて。そのぐらい、毎日使うものにも頭を悩ませるのに、 実体のないわけの分かんないものにその実体のないものの裏付けすらないものを買ってしまうっていう精神もなんとかしないといけないかなと思いますいやそれが投資だよ久保さんという人もいますけどそうじゃないですね投資だからこそ徹底的な根拠が必要なんですよバーチャルなことを扱ってるんでねでそのバーチャルなことを扱っているところに徹底的な根拠裏付けこういったものが裏付けする資金するかどうかっていうのを自分で判断できることが大事なんですよ誰かが言ったからとか影響力のある人がやってるからとか みんな買ったからって、全く理由にならないですよね。なぜなら多くの人は間違うからなんですよ。だから多くの人がやってることは、あんまりついていかない方がいいかなっていうとこかなと思うんですね。うん、まあ最後にね、FX 一つ攻略できない人に、暗号通貨難しいですよ、やっぱり。私が FX も攻略して、暗号通貨でも一定程度の成績を上げて思いますけども、これはほとんどの人に無理。暗号通貨で一発当てようっていうのは、もう無理ですよ。やっぱりね、ヨザツバさんにしてもその他の人にしても、 投資が基本的に上手だから暗号通貨も乗れるっていうところがあると思いますよね。それからやっぱりね、情報の精査がうまいですよね。発信力もありますよね。だから暗号通貨でもうまくいくんですよ。でもほとんどの人はうまくいきません。なぜなら、あれもダメ、これもダメ、それも続かなかった、それもダメ。だからしょうがなく暗号通貨に流れてきただけですからね。厳しいことを言うですけども、暗号通貨については、あまり期待を持たない方がいいかなと思います。ただ希望はあります。その希望を手に掴むためには、果てしなく長く辛い階段を 登ってきたかどうかという自分の人生に問いかけるのが一番かなと思いますけどねじゃあ深夜のコソコソ話ナミさんいつもありがとうございます行ってらっしゃい